あら、今回どうなんですか、今回ですね。今回も検証とかなんですけど、ちょっと、青みを蹴っちゃった、ごめん。今、チャチャマルのこと完全に蹴っちゃった。このゲーム、たまに住民がモヤモヤ出して悩んでる時があると思うんですけど、その時に話しかけると、たまにね、これ閉めてる。出て行きたいんだみたいなことを言い出すんですよ。で、そこで出て行きないよ、みたいなこと言って、一日後にですね、部屋がダンボロになってて、そしてまた一日日付経つと、島から出ていっちゃってるんですけど、このゲームね、朝5時になったらね、全てがリセットされるんで、そこで多分ね、住民島から出ていっちゃうと思うんですよ。引っ越す住民の家に、次の日の朝までずっと滞在してたら、あの住民引っ越ししないんじゃないかなと思って。朝5時にリセットされるんだけど、その時にずっと住民の家にいると、そしたら住民引っ起こさないんじゃないかっていう検証動画で、とりあえずモヤモヤしてる住民を探しましょう。チャチャマルー。あー、100%がビッグになってきてね。よーし、じゃあ100%さんを引っ越させたということ、今日は早かった。じゃあここに一日ずらしたら段ボールになってます。さあ、すごい天気悪いけど引っ越しの準備をしてるのか。まあ、島内放送でしてるって言ってたから、それはしてるだろう。さあ来ましたよ、100%のやってこんな感じだったんだ。俺さ、100%もう3ヶ月、4ヶ月ぐらい何気にこの島いるけど、俺一回も家入ったことない気がする。さあ、これ引っ越しの準備してるね。これで明日の朝の5時になったら出ていくと思うんですけど、朝5時になっても私がずっと 100% の家にいたら、引っ越さないんじゃないか。ってことで26日の、まあ、余裕持ってこんぐらいにしとこう。さあ、まだいるよね。さあ、います、今何時？ああ、3分後か。さあ、まだ、あれ、何時間地面拭いて、何時間地面をさ、そうやって掃除してんの？で、君そんな掃除しなくてよくない？ 100% もう。13時間ぐらい床掃除してるけど。どんだけ汚かったのかな？ 100% の床。さあ、これ本当はね、ゴチになった瞬間、静江さんの島内放送始まって全てリセットされるんですけど、どうなるのか。あと1分！さあ、あと1分で、本当はリセットされる時間になりますけど、家の中にずっといるので、リセット、されないのかね。今それ分かんないから検証してんのか。100%も迷惑だろうな、こんな時間に急に家に来て。多分あと10秒ぐらいかな。あっ、でもなった瞬間じゃないのよ、なって10秒ぐらいしたらなんだよね、このね、音が終わったらなんだよね、このチャイムが鳴り終わったらリセットされる。あれあれ、ちょっと待って、朝ごしになったけど、100%にずっと入れてるよ。あれれれれれ、皆さん、皆さん、さてはないかもしんないけど、皆さん、これ、朝ごしになってもずっと 100% の家行ったら、引っ越しません。これさ、出て行ったらさ、出て行ったら多分、東大放送始まって、多分いないよね、島にも。さあ、電気暗くなってたよ、今。さあ、静江様の島内放送なきましたけど、でも怖くない？島内放送始まった瞬間にさ、島にさ、いなくなってたら怖くない？急に。島内放送始まった瞬間いなかったら。島内放送始まった瞬間に島から出ていったの。